マルコス・バジェ、2012マルコス・コステンバーダ・バーリは、ブラジル出身のシンガーソングライターで、ギタリスト、キーボーディスト。バーリは、弁護士の息子として、リオデジャネイロで生まれた。ジョアンジルベルトのレコードによって、ボサノバブームが始まり、当時少年であった、マルコスも大いに影響を受け、ギターを弾いては、音楽家になることを夢見ていた。1964年、アルバム、 サンバ自枚スで EMI ブラジルからデビューし、その後1966年マルコスが作曲し、兄のパウロ・セルジオ・バーリーが作詞したサマー・サンバをオルガン奏者のワルター・ワンダレーが収録しヒットする。1968年には大半の曲を英語詞で歌い、妻のアナ・マリアも加わったアルバムサンバ68をリリースし、アメリカでヒットする。このアルバムをはじめ、 この時期の多くのアルバムのアレンジを務めたのはデオダートであった。デオダートとの共作も多い。ボサノバ、サンバ、MPB など、ジャンルの枠にとらわれず活動した。また、ジャズやロック、ソウル、ファンク、AOR など、欧米のポピュラー音楽と、サンバをはじめとするブラジル音楽とのクロスオーバーを実現した、ボサノバの時代から今に至るまで、ブラジルのポピュラー音楽にとって、 重要な人物と言われている。ありがとうございます。